はいどうも、テポンゲです。今回は星ドラのガチャ福引きのね、福引きした時のね、やつ後付けでガチャ動画、いつもの、後付け実況、ガチャやります。今回ね2周年の、福引きということでね、すごいのが来たね、急に。うん、黄金竜と ルビスとあとドラゴンローブと知力系がこれね、賢者の杖、これも錬金が来てね、錬金、うん、ドラゴンローブとメラガイア、あと王者の剣が錬金、うん、来て、ほんとどっち引こうかなって感じなんよね。今回は11連で、2枠、星5確定で、これがね、新しい装備、勇者シリーズ、これも欲しいし、そのルビスの盾ももちろん欲しいね。ルビスの盾を何度も押すやつ、うん、ね、ルビスの盾もちろん欲しいし、上の黄金竜の武器も欲しいっていうか、頭装備欲しいんだけどって言ってる間にね、こっちのね、やっぱ新しい方、うん、光の鎧追加されたし、なんだったらルビスの盾狙い、そろそろね、そろそろやっぱ魔法完全ガード欲しいということで、4つ出て、1個はアーク系の弓、そしてはい出たね、もうすでにね、エテは知ってるからね、出たのはね、出たんだよ、ついにね、やっとエテのね、元に念願だったこの盾、魔法無効盾がやっと来ました。もう何、弱い何年だ、星空また復帰して、まあ、1年は経ってるかな、1年越しでやっとね、ルビスの盾、ゲットいたしました。まあ、どっちか欲しかったんよ、メタスラの盾かルビスの盾か。まあこれでね、もうメタスラの盾、そこまで必要ではなくなったんで、もうメタスラセレクションを回すことは多分もうないかなって感じですね。ルビスの盾、今後錬金も来るかもしれないしねで続けていってるよね、これ続けて、そのまま、11年、もっかいいきます。これまあ王者シリーズ、新しい装備ね、新しい装備、闇コロミラハじゃないな、あれなんとか帽子、残念。まあ盾出たしね、できればね、この光の鎧ね、光の鎧シリーズ、光シリーズを欲しいと。今回だからジェム全部使う予定で、1万9000ぐらいあったかな、1万9000ジェム、いや2万超えてたかもしんない、2万ジェムで77連したから、全部で77連しました。だから3回ずつとりあえず、11連やろうかなって感じで、今立て続けに、まあね、いいよね、大天使剣はいい、優秀、悪ブレで、ここ刀身の槍、初ゲット。まあいまいち初めて、これはあんまりね、みんな使ってるイメージもないし、まあ大したことないかなって思ってたけど、なんかサブスロにあれが入ったわ、B 補助特技 B のハゲオタね、ハゲオタと、でメインがこれね、まあけど槍はあんま使わないかな、そう、それに加え剣ね、剣、ロトのガチャの時もそうだったけど、剣が欲しい、ルビースかロトかどっちか、全体攻撃の効果力の剣が欲しいんだ、相手は。ってなわけでこっちまあルビース剣は、ね、残念ということで、また次回以降と。
まあ盾も出て剣も出てだったら本当嬉しかったんだけどもね。まあまだまだまだ引くからね。こっち新しい黄金装備、ハンマーとブーメランが追加されて、まあ一応爪は持ってるんだけどね、黄金爪ね。はい。からの、はい。ホムラ竜神の盾。あの灼熱吐くやつね。シールドと共に灼熱を吐くやつ。なんかの帽子ね。まあ盾じゃなくて、その黄金竜は、あ、まあ黄金竜盾と、うん、爪とで上下と、だから頭狙い、ほんとこっちはあの頭、あ、はい、ちょっと行ってきますっていうあのやつ、例のごとくカットします。は、はい、え、うん、はいはいはい、なんか装備の、福引き倉庫みたいなのをオンにして再び戻ってきて引く引く。なんか設定であれはオフとかオンとかしなきゃいけないっていうのをさっき初めて知りましたっていう感じでした。で、水の羽衣と、ドラゴンローブね、あのちげえ光のドレス光のドレスだっけ、あれ錬金来たの光のドレスだったっけ、確かそうだよね。で、そうそう、頭が欲しくて、頭のその装備効果がそのスキルまで 7% で攻撃特技をもう一発撃つみたいな、賭け2で1回撃って 7% でもう一発撃つみたいな、ね、で、ここでドン、はい、大天使の杖。これね、確かあのなんかスクルト効果のなんかあったよね。でもう一本、ありがとうございました、はい、もう一本ね、同じの立て続けで出るやつんけど、まあちょっとここまでちょっとしょっぱいかなって思う。実際引き自体は結構ね悪いよね。あ、その前回さ、天空の無料10連、うん、あれちょっと動画にしてないんだけど、一応スクショ撮ったからね、あの左右にポンポンポンと今貼ってきます。いやー、あの引きがね最近よくねえんだわ。うん、なんかね引けないで、気づいたらもうあと4500ジェムで、あと11年1回どっち引こうか黄金竜と、なんか、うん、いまいちな引きですここ最近で。最後の11連スキップをミスして、無法者のズボンからのスキップ、4つ出るからここで、はいはいはい、これはマジで嬉しかった。これ S スキル黄金竜のブーメランね、これブーメラン S スキル、イオ系だったかな、確かイオ系のダメージで、でなおかつね、あの攻撃成功したらあの20ぐらい回復できるっていう、あ、なんかゴミ回収者が来ましたけど、もういい、あ、後付けは止めれないね、これだから黄金竜爪はあったけど、爪はさ別に A スキルだったから、なんかんあーって感じで、今回 S スキル付きだからね、 S スキル付きね。でプラチナブーメランと黄金の爪で、ジェムはもう、はい、まあ今回こんな感じの引きでした。まあ最後にね、あの黄金竜の使い、うん、ブーメランね出てくれたのは非常に嬉しかったのと、あとはね盾ゲットできたってのはもう非常に嬉しいです。で、まあこれ1日経ってから今音入れてんだけど、まだねちょっとルビスの盾をこうどうしようかって、今マウスの荒ぶりで表現するという高等テクニックってなわけで終わりましたんで、はい、また星空何かしらの動画アップしようと思います。ありがとうございました。バイバイ。